コロナ禍で運動不足になりがちです。今日は野良仕事でどれぐらいの運動量になるか計測したいと思います。この範囲で電池返しをします。来週肥料を混ぜてじゃがいもも植えていきます。計測はアップルウォッチを使用します。アップルウォッチのワークアウトアプリを使うと、運動中の消費カロリーや心拍数などを記録してくれます。それらの記録はアクティビティアプリに記録されて、iPhone でも見ることができます。それでは天地返しでどれだけの運動量になるか計測していきます。計測開始。終了です。運動時間は15分10秒、消費カロリーは87キロカロリー、ご飯お茶碗1杯が150キロカロリーだから約半分くらいです。こちらが iPhone のアクティビティアプリの表示です。15分で87キロカロリーなので、1時間だと300キロカロリーくらいは消費できるんじゃないでしょうか。平均心拍数なども記録されます。青空の下、日光を浴びて大きく呼吸をしながら野良仕事をして、
運動不足とストレスを解消できます。コロナ禍だからこそ家庭菜園をやってて本当に良かったと実感しています。